ようこそゆっくり戦争資料館へ。今回は数多くある日本海軍の空母の中からあまりにも大きすぎる空母6隻をランキング化してみました。どれくらい巨大なのかな？現在の海上自衛隊で一番大きい出雲級の2万7000トンを凌駕する巨大空母ばかりだぜ。皆さんも大きさや順位を予想しながら見ると楽しめると思います。では早速見ていこうぜ。6位日本海軍初の本格的大型空母昇格。まず6位は空母昇格だぜ。これは有名ね。昇格はワシントン海軍軍縮条約の制限がなくなった昭和12年に寄港された空母だぜ。その全長は258メートル、艦載機は84機、排水量は約3万トンで日野の2トン1万5000台分だぜ。すごく大きいです。昇格が一番活躍したのは南太平洋海戦だな。この海戦で昇格は米艦載機からの攻撃を受けたぜ。回避しなくちゃね。で、この時、昇格の有馬艦長は取り舵を号令したぜ。普通に左に回答すればいいじゃん。しかし、昇格の塚本航海長は面舵を取ったぜ。昇格はこの海戦では機関だから、司令官やその幕僚たちがたくさんいたはずよ。有馬艦長のプライドもたまったものじゃないな。だけど、この命令違反のおかげで昇格は爆弾4発が命中して大破したものの、沈没までは至らなかったぜ。有馬艦長も、この行動を勇気のある決断として褒めているぜ。自分のプライドより、部下を大事にするなんて有馬艦長もすごいわね。話を戻して、昇格はこの海戦で両艦と共に米空母ホーネットを撃沈したぜ。そして、6月19日のマリアナ沖海戦に参加。しかし、昇格は米潜水艦からの魚雷4本を受けてしまうぜ。だけど、昇格は速度を落とさずに航行していたぜ。大丈夫かしら？大丈夫なはずもなく、昇格は隔壁が破れて、煙突から水蒸気が出てきた。これには第10戦隊の木村進少将も昇格は止まらなくてはダメだと、叫ぶ場面もあったぜ。そして、ガソリンが引火し昇格は沈んだぜ。儚い最後ね。5位随格。続いて、5位は随格だぜ。これは、随格と同型艦ね。そうだぜ。随格は開戦2ヶ月前の9月25日に竣工した空母で、基本的なところは昇格と同じだが、対空兵装が昇格より強化されているぜ。ふむふむ。随格は珊瑚海海戦でのエピソードが有名だな。この戦いで、両艦の昇格は爆弾3発を受けて中破したにもかかわらず、随格はスコールの中にいて無傷だったため、昇格は被害担当艦、随格は幸運艦と呼ばれていたぜ。昇格がかわいそうね。ともかく、この海戦で、随格は昇格と協力して米空母レキシントンを撃沈、ヨークタウンを大破させているぜ。大活躍ね。その後、随格はいろいろな海戦に参加した後、沿岸の岬沖海戦に参加したぜ。この海戦はフィリピンに上陸した連合軍を撃退するために、栗田中将が率いる戦艦大和、武蔵、長門を中心とする艦隊がレイテ湾に突入するのを、随格を中心とする機動部隊がおとりとなって支援するという称号作戦の一環として行われたものだぜ。おとりということは、米機動部隊からの集中攻撃を受けるってことよ。そうだぜ。だから随格を含む4隻の空母には艦載機がほとんどなかったぜ。しかし、随格たちは見事米機動部隊を引き寄せることに成功し、そのことを全軍に高らかに打電したぜ。その後、随格は米艦載機の攻撃を受け、魚雷、爆弾多数が命中して沈んでいったぜ。儚い最後だったけど、おとりとしての任務を全うできたのね。しかし、この伝聞は肝心の栗田中将の元には届かなかったぜ。なので、栗田中将はレイテ湾への突入を中止し、撤退したぜ。この撤退には賛否両論があるから、今度考察してみようと思うぜ。地震の沈没と引き換えに米機動部隊を引きつけたのに、それは無駄になってしまったのね。4位日本初の装甲空母空母大砲。続いて4位は大砲だぜ。これは、昭和19年3月に完成した日本海軍の装甲空母だぜ。艦載機は装甲のために57機と少なめになっているが、全長は260メートル、排水量は3万4000トンの超大型空母だぜ。艦首と、飛行甲板が一体になっているところも近代的な空母らしいわね。それもそうだが、大砲の目玉はやはり装甲だぜ。この装甲は500キロ爆弾の直撃にも耐えられるようになっていたぜ。さらに、魚雷防御壁も強化され空中、水中両方からの攻撃にも十分強かったぜ。5
これまでの空母のように、爆弾や機銃掃射で艦にダメージが入ることに関する心配をする必要がなくなった、まさに不沈空母ね。そして、大砲は6月19日のマリアナ沖海戦で小沢艦隊の機関として参加したぜ。ついにシゲル装甲の威力が試される時が来たわね。しかし、大砲は攻撃隊を発進させている最中に米潜水艦からの魚雷が命中してしまったのぜ。このショックでエレベーターがゼロ戦を乗せたまま停止し、ガスが少し漏れたが、他に問題がなかったので、すぐさま換気と、空いた穴を木材で塞ぐ作業が始まったぜ。さすが、新鋭空母魚雷一発じゃびくともしないわね。しかし、漏れていたガスが引火し、大砲は大爆発を起こして沈没してしまったぜ。この大爆発で大砲の飛行甲板は山のようにめくれ上がったらしいぜ。せっかくの新鋭装甲空母がたった一発の魚雷で沈んでしまうなんて。連合艦隊でも、この落胆は大きかったそうだぜ。3位、日本一有名な空母？空母赤城。続いて3位は、空母赤城だぜ。これは、有名ね。そうだな。赤城はもともとは巡洋戦艦として寄港されたのだが、ワシントン海軍軍縮条約により、空母に改装されてできた空母なのぜ。その全長は248メートル、排水量は4万トン、艦載機は90機のマンモス空母だぜ。巡洋戦艦時の名残なのか、副砲がついているのも特徴ね。最初は飛行甲板3段を備えていたけど、2階の改装を経て飛行甲板が1段になっているぜ。空母らしくなってきたわね。海戦以降は南雲機動部隊の機関として様々な戦いに参加したぜ。そして、赤城は6月5日のミッドウェイ海戦に参加。早朝、赤城たちは艦載機をミッドウェイ島を攻撃するために発進させたぜ。順調ね。その後、赤城はミッドウェイ基地航空隊からの攻撃を受けた。しかし、相手の攻撃はバラバラで下手くそで、その上上空をゼロ戦がしっかりと守っていたから、被害はなかったぜ。よかった。しかし、攻撃隊を収容している途中、日本偵察機が米機動部隊発見を報じてきたぜ。攻撃機は陸上攻撃用の爆弾を装備しているわよ。南雲中将は来、爆連合で攻撃隊を組みたかったので、兵装転換を命じたぜ。大丈夫なの？それが、大丈夫なはずもなく、兵装転換中に米機動部隊からの攻撃機が攻撃してきたぜ。赤城は懸命に回避するが、ついに爆弾2発が命中してしまったぜ。あらら。赤城の格納庫内にあった燃料や爆弾を満載した航空機が次々と誘爆し、赤城は翌日に味方駆逐艦の魚雷で処分されたぜ。悲しい、最後ね。2位日本一艦載機が多い空母？空母加賀。続いて2位は加賀だぜ。加賀はもともとは41センチ砲10門を備える強力な戦艦として寄港されたのだが、ワシントン海軍軍縮条約により、廃艦が決定してしまうぜ。じゃ空母になれないの？だけど、空母に改装中だった巡洋戦艦天城が関東大震災で損傷してしまったため、加賀は天城の代わりに空母に改造されることになるぜ。ちなみに、天城と加賀の2番艦と差は標的艦として沈められたよ。加賀は元が戦艦だったため、速力は28ノットと低速だが、全長は248メートル、排水量は4万2000トンと、巨大で搭載機は102機と日本海軍の空母の中では一番多かったぜ。海戦時は93機だよ。他にも香川実験として、煙突を完備まで伸ばされたり、カタパルトを搭載されたりしたが、結局は両方ともうまくいかず海戦を迎えたぜ。ふーん。香川海戦当初から赤城と共に南雲機動部隊の一員として真珠湾攻撃に参加。この攻撃で香川15機を失うという損害を出し、真珠湾攻撃に参加した空母の中で最も多くの損害を出したぜ。あらら。そして、加賀は6月5日のミッドウェイ海戦に参加するぜ。しかし、兵装転換中に米空母エンタープライズからの爆弾4発が命中し格納庫内の爆弾や魚雷が誘爆し、加賀は7回も大爆発を起こしたぜ。格納庫内の爆弾や魚雷が全部命中したような結果よね。そして、加賀は真っ二つに折れて沈んでいったぜ。悲しい最後ね。1位世界一巨大な空母？空母シナノ。そして、1位はシナノだぜ。シナノは日本海軍だけでなく、第二次世界大戦時最も巨大な艦艇で、アメリカのミッドウェイ級航空母艦が出てくるまで世界最大の空母だったぜ。世界最大ってすごいわね。元が世界一巨大な戦艦、ヤマト型だからな。ヤマト型3番艦を改装してできたものだったのね。他にも装甲を施しているなど工夫があるぜ。そういえば、
シナノは機動部隊の先頭に立って洋上基地として運用するというのを聞いたことがあるわ。ああ、あれは間違いだぜ。え、本当？当初はそのように運用される予定だったが軍令部、航空本部が猛反対し、この計画は廃案になっているぜ。そうだったのね。しかも、シナノが搭載する爆弾や魚雷、航空燃料の量は昇格の3分の2程度しかないことからもわかるよな。なるほどね。言い忘れたが、シナノの全長は260メートル、排水量は6万8000トン、艦載機数は50機だぜ。排水量の割には艦載機少なすぎません？これは、シナノが戦艦としての工事が進みすぎてしまったことや、艦載機が大型化してしまったことが原因だな。ともかく、シナノは戦況が悪化してきたこともあって、突貫工事で建造が急がれたぜ。そして、偽装工事を行うため、横須賀から呉まで移動している途中、シナノは米潜水艦アーチャーフシュからの魚雷4本が命中し、沈没したぜ。え、約7万トンの巨大空母がたった4発の魚雷で沈むの？実はシナノは工期を短縮するため防水区画がいい加減に作られていたからな、そのことが裏目に出てしまったのぜ。とはいえ、7万トンの大型空母がたった22時間で沈んでしまうなんて。以上で今回の動画は終わりにするぜ。霊夢はこの動画を見てどんな印象を受けたかな？どの空母もとても優れていたけれども、最後は儚かったね。どんなに、優れた装備でも使い方や運用によって、評価が変わってしまうっていうのを実感させられたな。この動画が気に入ったら、チャンネル登録やコメントしてくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。